こんにちは、藤田優太です。先日ね、正式に iOS14 がリリースされたということで、僕ですね、実はその iOS14 のベータ版をですね、ここ1ヶ月近くですね、使っていたんですね。で、メイン端末でね、使ってたので、結構日常的にというか、まあ、仕事とか、プライベートでもこう使ってたんですけれども、で、今回 iOS14 で新しい機能がね、いくつか加わったんですけど、まあ、その中でもね、特に使いやすくなったというか、これいいなと思った機能があったので、それをね、紹介したいんですけど、まあ、それと一緒にね、僕が1年近く前にですね、紹介したスマホの中身っていうね、まあ、ホーム画面とかの紹介をしたんですけど、まあ、それもね、今回の iOS14 で結構こう、アプリとかホーム画面のレイアウトとかも変化があったので、一緒に紹介していきたいなと思います。はい、で、早速ね、スマホの中身を紹介していこうかなと思うんですけど、でまずですね、僕が使ってる iPhone ですね。iPhone がですね、これが iPhone X の、SIM フリー版のね、256GB をずっと使ってます。で、iPhone X はね、結構発売してからすぐ買い替えたんですけど、まあ、それ以降の iPhone 11とかね、ちょっとね、こうカメラの進化ばかりが目立って、個人的になんかこう欲しいなと思わなくて、買い替えてないんですけど、基本ねこの iPhone X で今のところ満足してるので、これをね使ってます。では一応ねケースがですね、これ何使ってるかっていうと、ちょっと前まではねモフト X っていうのを使ってたんですけど、ちょっとね耐久性が気になって結構ねすぐ壊れてきちゃったので、今はですねそのモフト X の前にねもともと使っていた、アンドメッシュっていうね、ケースを使ってます。まあ、今ね一番気になってるケースっていうと、マイナスっていうねブランドが出しているすごくねこうシンプルで美しいケースがあるんですよ。それにね買い替えたいんですけど、それに対応してるのがね iPhone 11からなんですよね。で僕の iPhone X が、販売されてなかったので、まあ、そのケースね使えないんですけど、ちょっとね今後こう買い替えたら、そのケースもね使ってみたいなと思います。で、ロック画面もねちょっと紹介しようかなと思うんですけど、ロック画面がですねこんな感じで、僕がね自分で作った、壁紙を使ってます。でこれはですねすごくこうシンプルでねミニマルなデザインで、カレンダーをね作ってるんですけど、でカラーがですねホワイトブラックの、2色で、ありまして、まあ、男女ともにね使えるようなすごくねこうシンプルで、ミニマルなデザインで作りました。まあ、こちらですねいいなと思ったら、概要欄にねリンク貼っておくので、ぜひねチェックしてみていただけると嬉しいです。はい、というわけでね早速 iOS14 になってね変化したホーム画面を紹介していこうかなと思うんですけど、先にですねやっぱりこう一番大きい変化といえば、今回ねウィジェットが追加されたということですよね。今ですね僕左上にウィジェットを置いてるんですけども、こんな感じでね、ウィジェットをホーム画面に置くことができるようになりました。でウィジェットはですね、3サイズあるんですけど、僕はね一番小さいサイズを配置していて、カレンダーと、Things っていうねタスク管理アプリと、バッテリーですね、 AirPods とかを装着することが多いので、バッテリーもね見れるようにしています。はい、この3つをね僕は主に使っていて、ウィジェットをね配置しています。でホーム画面のねアプリを紹介していく前にですね、僕はですね基本この1画面でね iPhone を運用していまして、まあ基本ねこの1ページ目にしかアプリを置いてないんですね。でまあこれはですね2016年くらいからずっとこんな感じでやっていまして、自分がね1日に使うアプリってそこまで多くないと思うんですよね。なのでね、自分がよく使うアプリにすぐにアクセスできるように、僕はね、この1画面でずっと使ってます。で、このね、アプリの配置も結構こだわっていて、まあ、ドックはね、もちろん自分が一番よく使うアプリを4つ並べてるんですけど、僕右利きなので、このアプリの中でもね、よく使うアプリを右側に配置して、左上に行くにつれて、よく使うアプリの中でも使用頻度がね、少ないアプリを並べて使っています。で左上にねウィジェットを置いていて、右上にですね4つフォルダをね並べてるんですけど、これなんで並べてるかっていうと、今回ねアップライブラリっていうのがね新しく追加されたんですよ。でこのアップライブラリがね追加されたので、フォルダ並べておく必要ないかなって思ったんですけれども、このアップライブラリがですね、まあ、自動でね iPhone がカテゴライズしてアプリをね並べてくれるので、今までねホーム画面を整理していなくて、こうごちゃごちゃしていた人にとってはねかなりこう使いやすい、新しい機能かなと思ったんですけれども、逆にですね今までこう整理していてアプリをねきれいにフォルダ分けしていた人にとっては、このアップライブラリですね自分で手動でね調整することができないんですよ。
今まで整理した人にとってはどこにね何のアプリがあるのかっていうのが余計に探しにくくなったんじゃないかなと思います。僕もねここ1ヶ月近く使ってみてはいるんですけど、結構ねあのアプリどのフォルダに入ってるんだろうっていうのがね分かんなくなるので、結局ねこの検索から探してるっていうことがねかなり多くなってしまってるんですよね。なのでね普段めったに使わないアプリはこのアップライブラリから探せばいいんですけれども、まあそれほど使用頻度多くないんだけど、たまにね使うアプリに関しては今もね結局手動でフォルダ分けしてホーム画面のね1ページ目に配置しているっていう感じですね。はい、というわけでねこんな感じのホーム画面のレイアウトでね今使っているんですけれども、まあ早速ねアプリについてちょっと紹介しますと、全部をね紹介すると長くなってしまうので、僕のねお気に入りのアプリというかよく使っているアプリを、紹介すると、まずドックはですね左から、メールアプリでタスク管理アプリの Things ですね。であと Bear っていうメモアプリと Chrome っていう、まあ、ブラウザですね。でまあ、この中でもね特に気に入っているのが Bear っていうメモアプリなんですけれども、まあ、僕ね今までメモアプリは、純正メモアプリとか Notion、Evernote、まあ、その他にもいくつか試してきたんですけど、最近ねずっとお気に入りで使っているのがこの Bear っていうメモアプリですね。でこれはですね何がいいかっていうと、今ですね動画の台本をここにまとめてるんですけど、まあ、一言で言うとね、シンプルで美しくて軽いメモアプリですね。アプリの UI もねかなりこう使いやすくて、デザインもシンプルで、すごい見やすいメモアプリなんですけれども、サクサク動くんですよね。あとこのメモアプリですねマークダウン記法っていうのが使えるんですね。でマークダウン記法って何なのかっていうと、今 H1 とか H2 っていうね見出しがついてると思うんですけど、見出しをそれぞれね、つけることができるのがマークダウン記法っていうものですね。まあ、ブログ書く人とかはね分かってると思うんですけれども、この見出しをねつけることによって後から見返した時もねかなりこう見やすいメモができるので、個人的にはねこのマークダウンが使えるっていうのがすごくねありがたくて、この Bear っていうメモアプリを使ってます。まあ、あとはですね Things っていうタスク管理アプリもね気に入って使ってるんですけど、まあ、この辺はねちょっと、詳しく説明すると長くなってしまうので、以前ね確か紹介したと思うのでぜひねそちら見てみてください。でブラウザはですね基本 Chrome を使ってます。で今回からですね iOS 14の機能でブラウザの、ね、変更ができるようになったんですよ。で設定の、Chrome 行くとデフォルトのねブラウザアプリっていうのがあるので、そこをね押すとサファリかねクロームかが選べるようになってるんですよね。これはね個人的にデフォルトのねブラウザ変更ができるっていうのがすごくねありがたいので、今回のね新機能の中で一番こう良かったなと思うポイントですかね。であとはまあインスタとかツイッターとか Kindle とか基本的なねアプリばっかりですね。で、まあ、特徴的なので言うと、オーラリングはですね、でこのオーラっていうアプリがそうなんですけれども、で僕のこの指輪ですね、指輪が、睡眠時間とかどのぐらい運動したかとか、分かる、リングになってまして、このねデータを iPhone に飛ばして、睡眠時間とかね太陽の変化とか、どのくらい運動したかっていうのが分かるようになってます。でまあ、これもね結構な頻度でチェックするのでホーム画面の1ページ目に置いてるんですけど、今ですねこれも日本語対応が進んでいるそうなので、すごいね楽しみというか期待してるアプリの一つです。であとはワンパスワードっていうねパスワード管理アプリとか、あとフリーっていうね確定申告アプリとかですね。で写真がですね写真と Google フォトっていうのを使ってるんですけど、基本ね全部 Google フォトで管理してます。で Google フォトね何がいいかっていうと、 Google フォトはですね容量無制限で無料でね何枚でもアップロードできるので、例えば僕ストレージがね今 256GB あるので、そんなにまあパンパンになることはないんですけれども、例えばね 64GB 購入してもう写真でねストレージがいっぱいっていう人ねたまに見かけるんですけれども、そういう人にはですねぜひ Google フォトを使ってほしいなと思います。まあ、Google フォトにねアップロードしておけば本体のねストレージも、容量削除できるので、まあ、64GB でもですね写真でいっぱいになることなく全然ね使えるんじゃないかなと思います。まあ、厳密に言うとですね Google フォトにアップした段階で、写真に圧縮がかかってしまうんですけれども、ほとんどね、気づかないレベルかなと思うので、その辺をね気にしなくても大丈夫なんじゃないかなと思います。はい、であとはですねフォルダ系ですね。でフォルダ系はまあグループ単位で紹介しようかなと思うんですけど、一つ目がですね仕事関連の Slack とか Google ドライブとか、あとは名刺管理の8なんかをここにまとめてます。で続いてその隣が、
これはですね、僕は暇つぶしでまあ見るアプリとかゲームとかですね、まあニュースとか、ゲームオセロニアとかですね。オセロニア僕 3,4 年近くやってるんですけど、未だにねあんまりオセロニアをやってる友達に会わないので、ぜひねオセロニアやってるって方いたら、対戦しましょう。はい。で、あとは、ここがお金系ですね。 JCB とかセミシン SBI とかですね、お金系のアプリをまとめてるフォルダーと、その隣がですねショッピング系ですね、Amazon とか、楽天とか、Uber とかね、この辺にまとめて使ってます。はい。まあこんな感じでね、 iOS14 になってから1ヶ月近くですねベータ版で使ってるんですけど、今のところこんな感じのレイアウトで落ち着いてます。まあアップライブラリとかウィジェットとかがね今回大きな変化かなと思うんですけれども、個人的にねやっぱ一番良かったなって思うのが、先ほど紹介したデフォルトのねブラウザが変更できるようになったっていうのが一番大きいかなと思います。やっぱりまあ今までねサファリを使っていて、まあメールとかねリンクを開くたびにサファリに飛んでたので、それがもうねデフォルトでクロームに飛んでくれるのがね、かなりこう使っていてね一番こう大きな変化かなと思います。はい。というわけでね、 iOS14 になって、僕のホーム画面もいろいろ変わったので、スマホの中身を紹介しました。まだまだねウィジェットなんかは特に対応してないアプリが結構あったので、まあ、その辺はね今後のこうアップデートに期待というか、まあ、今後ね対応してくるアプリも増えてくると思うので、まあ、その辺はね今後自分の、また自分好みにカスタマイズしていこうかなと思います。まあ、今回僕のアプリとかホーム画面を紹介したんですけど、他にもねこのアプリおすすめだよとかあればね、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。というわけで、参考になりましたらぜひチャンネル登録と高評価していただけますと嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。